駐車場経営のデメリットの一つとして、節税効果が小さいというものが挙げられます。もちろん適用条件を満たせば、駐車場経営でも節税効果っていうのはあるんですが、ただやはり賃貸経営と比べてみると、とにかく経費に参入できるものがないんですね。例えば賃貸経営の場合だと、入居者の方から例えばエアコンが壊れてしまいましたとか、給湯器壊れてしまいました、退去した後のお部屋のメンテナンス、クリーニング、修復箇所の修繕とか、そういったまあ細かいお金かかるんですけども、それはすべて経費に参入、いわゆる領収書もらってそれを経費にすることができるんですね。ですけど、駐車場経営においては、日々運営していく中で発生する経費ってほとんどないんです。駐車場を決めてもらった不動産業者にお支払いする手数料もないですし、まあ強いてあるとすると、草がボーボーだの駐車場の草を刈る手間賃とか、まあ全然その程度なんですね。適用条件を満たせば、そう、節税効果があるとはいえ、やはりかなり小さくなりますので、まあそのあたり十分ご注意していただければと思います。